こっち、こっち、これでもうねじれた状態ができてるから、決してこれねじれてはいないんだけど、イメージ的には今までと違う、ね、すごいねじれてる感じはしますね、逆にこのがインサイドから入るじゃないですか。はでもこっちで構えてるから開きやすいよね。 逆だったな、考えが逆だな、これこっちだよ、腰がオープンで状態がクローズになります。ちょっと説明していくんですが、はい、まずこのフライトスコープっていう機械で、はい、レーダーでこう弾道を追ってきます、はい、どんな球になってるかっていう弾道と、あとこれはクラブどう動いてるかっていうクラブの情報も与えてくるんですね。レッスンではもう弾道も大事だけど、やっぱりクラブどう動いてるかってことがすごく見たいので、はい、まずこれでクラブの動きと弾道を見ていくと。で、あと私今日モーションキャプチャーってい こう体につけるセンサー、立体で 3D で動いていくセンサーを持ってきているので、はい、どんな形で動いているかっていう、あ、すごい興味あります、はいはい、で要はクラブの動きすごく大事で、クラブがどう動くかでこう弾道決まってくるので、はい、でクラブ動かすの体だから、体もどう動いていくかっていう、で両面で見ていくと非常に分かりやすくて、例えば体の動きを変えるとクラブの動きを変わるパターンもあるし、クラブの動きがこう動くんだって理解できると体の動きが変わるパターンもあるし、両面から見ていくと非常に何かこう答えが見えてくるんで、それをやっていきたいと思います、はい、じゃあまず7番アイアンで計測していくので、はい、じゃあアイアンからいきますね、うん、まあ、まっすぐ飛んでる球、まあ、多少ちょっと右に曲がってる球で、1球ずつ見ていくと、ヘッドスピード40あるんで、7番やんで、これ40って結構速いですよ、うん、でもその間には距離がいまいちかな、もっと飛ぶはずだね、はいはいはい、ちゃんと当たってないかもしれない。でクラブの軌道、このインパクトゾーンの軌道をまず見ていくんですけど、 3.1 左手は少しアウトサイドが入ってます、はあはあはあ、でフェースがこの軌道に対して 7.1 左手当たってるから、ちょっとスライス、ああなるほど、ヘッドスピードの間には少しこう開いてスライス気味に当たってるから飛んでないですね。170ぐらいキャリーしていいはずだね、数字がいくと。でも150しかキャリーしてないから、で入射角はマイナス 4.6、 2球目、これもアウトサイドから入ってます、でフェースがちょっと開いて当たってる、入射角マイナス 3.6、 これはいいね、これはちょっと取れなかった、これもすごいアウトサイドから入ってフェースが右向いてちょっとスライス目に当たってます、はい、これも外から入ってるね、でフェース開いてからちょっとフェード系の球、うん、が出てます、マイナス 2.5、 入射角が悪くないですね。 3D でこうクラブの動きが見れるんですけど、この H プレーンというのが 7.9 左向いてるんですけど、ホイズアントルプレーンといって、こう全体の面が目標に対してどっち向いて振ってるかっていう、少しこうアウトイン気味の軌道で振ってるんですね、全体的に。面白いことにこの H プレーンが左向いてるんだけど、入射角はインサイドから入ることもできるんですよ、うん、ボールを右に置けば置くほど、はいはいはい、インサイドだと強くなるんで、はい、ただこの全体のプレーンもパスも左向いてるんで、これやっぱりスライスになってくるっていう軌道ですね。でドライバー、ドライバー見てカフェスかぶると引っ掛けになっちゃうね。でドライバーの場合ちょっと3球だけ取れたんだけど、やっぱりスライス気味の球が1球捕まったけど出てます。ヘッドスピード 47.6 あるから、これはすごい速いです。クラブの軌道は0、ほとんどこれはまっすぐに入った、フェースが若干左向いたんでそのまま左行ったという、で 1.4 アッパース、若干アウトサイドから入ってます、 0.9、 でもアイアンほどじゃないですね、ただフェース右向いたので右曲がった。同じ数字でもロフトの立ったクラブほどやっぱり曲がってくるから、はい、ロフトの寝たクラブは同じ数字でもそんな曲がらないんですけど、 3.3mm だと結構曲がってきて、0.4 少し外からほとんどまっすぐ入ってる、ただフェースが右向いたんで右行ってる、 0.9 アッパー、これは若干アウトサイドから入ってフェースも右向いたんで右行ったっていうところですね。
これ少しダンブルに入ってる、うん、でとまあドライバーもアイアンも少しアウトサイドインの軌道が強いなっていうところですね、はい、でやっぱフェード系の球になってきます、はい、もちろんフェードですかね、はい、そうですよね、フェードでいけばいいねドローしてないですか。いや、ドローを打ちたいわけじゃなくて、うんうん、フェードが強すぎてここ風が強いんですよね、うん、結構冬場とか、うん、そうするとどうしても負けちゃうので、うん、捨てなくなっちゃうね、で捕まえようという、うん、なるほど。でも捕まえてくると左ちょっと行くね、いや、そうですね、これだとね、そうですで、うん、今の左に出たやつがあったじゃないですか、うん、ドライバー、うん、あれが怖くて今度フェースを開くに行っちゃうんですよ、ね、なるほど、なるほど、ね、はい、もうちょっと捕まえて打ちたければもうちょっとクラブの軌道をインサイドから入れてドローにしていったらいいと思う。そういう練習もしていくといいと思う。基本球はフェードでもいいと思うんだけど、どちらかというとこのスライスの方に偏っちゃってるから、だったら少しこう捕まえて打つ練習、ドロー気味に打つ練習もしていくといいと思うんですよね。いや、そうすると自分ではやってるつもりだったですけど、うん、こうやって見ると、うん、なってないってことですね、うん、アイアンも結局少しフェードだから球高いし、まあ、スピンでも多いからヘッドスピードがある割にはそんなに飛んでない、はい、本当はもう少しインサイドから入って捕まえてドローで打てれば球はおそらく7倍なんで、これ170はキャリーするはずなので、ヘッドスピードで打つとそうすると20ヤードぐらい変わっちゃうと、はいはいはい、ちょっとチャレンジしてみようか、はい、じゃあアイアンでまず行こう、はい、その前にちょっとキャプチャー取ってからにしようか、はい、キャプチャー取って今まで通りのスイングでキャプチャー取ってからちょっとインサイドもチャレンジしてみようか、はい、キャプチャー用意してますね。少しお待ちください。ありのままにまず取った方がいい、ね、はい、データをね。結構皆さんキャプチャーは興味ありますよね。なんか YouTube とかでもいろんなの流れてますね。うん、ね、これ計測器はね、もうだいぶ復旧してるからやったことあると思うんだけど。キャプチャーに関してはまだね、おそらくやったことがある人は少ないと思うんですよ。次は体の動きってことですか。まあ、いろんなデータが出るので、動く順番だったり、スピード、どのくらいの回転のスピードだったり、加速と減速のタイミングだったり、あとテンポだったり、あとは全部体の動きが 3D でどうなってるかっていう。あとです、トップ、インパクトって、まあ、一覧表がまず出てくるんですけど、はい、メジャーっていうとこが少しこうちょっと問題あるねってとこで、例えばこう姿勢が S ポスチャーっていう、ちょっと骨盤が反り気味ですよっていう、あとバックスイングでの骨盤の回転量がメジャーだから、まあ、おそらくちょっと回りすぎてる、はい、プロの平均からするとね、でリバースファングルは大丈夫、フラットショルダープレーン左肩が少しこう上がって、平らに回ってますよ、ね、あ、なるほど、が出てくるとインパクトの骨盤は大丈夫だね、回転量は。でもう少し詳しく見ていくと、その骨盤、これペリビスの骨盤です、これアッパーボディ上半身の、まあ、前傾と横サイドベンドとローテーション3D に見てるんですけど、前傾角いいかな、ありますか、3512.4.1 でトップ、なるほど、トップでの骨盤の回転が 65.9 度、回ってるんですね、くすぐさんので、こっちがプロの PG のアベレージなんですよ。ずっともうちょっと回転が少ないですね。ただ今すごいトルク使って打つっていう方法もあるから、そういう選手って結構骨盤の回転って多くはなってくるんで、これが一概にも正しいかっていうとそういうことではないんだけど、ただここと比較すると、まあちょっと骨盤回ってるねっていう。でインパクトで、インパクトでの骨盤の回転量が 27.9、 アベレージは 41.9、まあ、比較しちゃうと腰の回転ちょっと少ないねっていう、 はい、こっちが開いてないってことですか。状態は 33.4 度、アベレージとほぼ一緒ですね。腰が
40度ぐらい回ってきて、上体は30度ぐらいこう回ってインパクトを迎えていくのが、まあ、向こうの選手のアベレージの回転量であるんだけど、ほとんどの人がやっぱりこのインパクトで回転足んない人がほとんどです。見ていくとバックスイングの回転は多くてインパクトの回転は少ない人が、プロも含めてデータ取った結果は多いですね。ただここで見てくるとやっぱりすごいこう骨盤を抑えてこう捻転、上と下の捻転差は作っていくし、ここから切り返していって腰が40度ぐらい、上体が30度ぐらいの形でインパクトしているというのが、まあ、平均的なデータになっています。そうするとまずこの少し側屈と、はい、ちょっと骨盤の回転量というのはこれ押さえていくと最初きついんですけど、うん、気持ち押さえてあげるとこう動作も変わってきたりはするんですね。極端に上と下と回転量が同じ人も結構多いんですよ。上も下も同じぐらいの回転で上げるっていう人は、そうすると、まあ、途中からこう下が回転が止まって上体がこうやって入ってくると、ここでいわゆる捻転っていう動きができてくる。で足にも少しこう力が入ってくるんで、そうすると次の動作入りやすいんだけど、ただスッと回っちゃうとやっぱ次の動作遅いんだよね、入り方。ある程度抑えながら入っていった方が切り返しがこう早く入りやすいっていうのも出てきます。ただあとは当然これは柔軟性というか可動性によっても変わってくるんで、例えば体が硬い人にこれやれって言ってもなかなか無理だから、そこはストレッチをしたりとか多少トレーニングをしていって動きをつけてくるっていうことも必要かもしれない。ただ体って急に変わらないから、今持ってる体でどうしたらいいかっていう答えと、ただこういうふうに体を変えていったらもうちょっと変わりますっていう将来性と両方を皆さんにお伝えしながらやっていったりしてます、はい、そうするとおそらく少しこれ可動域の問題も出てくるかなと思います。あとですね、比較的トップでの骨盤のこう傾きが少ないんですよ。骨盤って少しこう傾いてトップに入っていくんだけど、比較的こうフラットにこう骨盤も回っていく状態も、もうちょっとこう縦に使う感じがあっても良さそうですね。これで縦に、はい、まあ、少しこう横に使ってる感じはあります。スピードを見ていきます。これはセンサーが回転のスピードを見てるんですよ。で骨盤の回転、上半身の回転、リーダームの回転、このハンドの回転で、これアベレージに入ってるんで、これすごくいい。結構やっぱり今回も撮ってみて多かったのが、このリーダームが全然このスピードが上がってこない人が、この辺の人が多かったりするんです。そうするとせっかく下半身と上半身の回転量が上がってるのに、この回線のスピードがすごく遅い方が多い。見ていくと、なぜかというとやっぱりこうフェース面まっすぐこう変えずに、面返しちゃダメだよとかって言って返さない方がいいんだと思う人が結構多くて、見てると、いや全然使ってる感覚はないんですけど、はい、もう自然と使ってるから問題ないですね。こう表現って難しくて、手使わない感覚だよって言ってる選手がいたとしても、こうやって見ていくとちゃんとローテーションが入ってたりとか、主観だとね分かんないんだけど、これ客観的に見れるので、やっぱりローテーションしてるってことなんですね。そうそうそう、やってるのにやってないよっていう人もいるし、いやもっとこう積極的に使うんだよって言っても見るとそんなに積極的に使ってなかったりとか、ただここバランスが大事なので、腰の回転と上半身の回転が速いのに、ここの回転が遅いとやっぱり面開いてくるし遅れてくるんですよね。で見てるとやっぱりドラコン選手のデータ見ると、ものすごい回転速いけどここも速い、じゃないと合わないよね。こっちばっかり速くとやっぱり全体的なこの回転は速くなって、当然骨盤よりだんだん上になった方が回転のスピードって、最後に比べての回転のスピードが速くなってくるんで、連鎖していって順番に上がってくるんだけど、上がってるのにここだけ上がらないっていう人も結構多いです。それは面を返さないとか、まっすぐ出そうとかっていう意識が強い方がやっぱり多いですね。そしてやっぱり右飛ぶ人が多いですよね。ところがそういう点ではバランスはすごく合ってるかなと思います、
なんだか面返さない方がね、まっすぐ飛びそうな感じがするから、確かに少しこう押さえていって面変えないでっていう打ち方もあるかもしれないんだけど、基本的には体の回転に合わせて全部回転が入ってくって覚えておくといいですね、はい、ただ問題ないな。おお、これ切り返しの順番なんですよ。キネマティックシーケンスって言って、だいたいプロの 80% が、この動きに入ってくるっていうデータがあります。中にはそのやっぱりちょっと違う動きの選手もいるから完全な答えではないんだけど、8割方この動きに合ってくるってことはやっぱりこう効率的に運動連鎖が起きてた方が、まあ、無駄なくスピードも出しやすいっていうことになってます。そういう点ではこれ合ってるね、ほぼ 1,2,3,4 1個だけちょっと違うけど、これはもうかなり切り返しの順番合ってます。で次に今度加速したら減速しないといけないんですよ、下半身が先にこうやって加速してスタートしていったらずっと行きっぱなしだともう全然もうリリースできないんで、順番に今度加速していったら順番に減速が入ってくるんですね。で初めてクラブが自然とリリース入ってくる、でスピードが出てくる、行きっぱなしもおかしくて、あ、なるほどな、加速したら順番に減速が入ってっていう動きが入ってきます。そうすると加速と減速のこのグラフで山が見れるんですよ。そうすると飛ぶ選手ほどこの加速減速の山が高いんですね。順番に骨盤、上半身、リーダーム、クラブっていう、そういう点ではこの減速も 1,2,3,4 って1個合ってますよね。で 1,3,2,4 があと4つなんだけど、結構あの男子プロ見てると 1,3,2,4 が多いです。あの下半身が先に減速するけど次に腕が減速して、あのやっぱりこう面大事にしたいし、あやっぱり振り遅れたくないし、すごい腕の減速が先に来る選手も実は取っていくという、だから動きとしては悪くないと、順番的には、はい、だから球もスピードも出せると思う、はい、当たり方悪いんで球は思ったより飛んでないけどね、スピードも。なるほど。ただすごい飛ばせる要素があります、はい、これはテンポです、時間を見て、トップまでの時間が 1.19 秒ですね。で男子プロのアベレージが 0.67 結構早いですよ倍です、ね、これ結構皆さんに今回言ってるんだけど一人、さっきね前の方あまりにもなんか遅いって言われた、そうすごい遅いから初めてテンポちょっといじってみたけど、なかなかテンポいじるって結構勇気がいて、はいはい、うん、ただまあ 1.19 だからまずいいとして、ここはね、ただテンポ的にはプロもうちょっと早いよ、もっと早く上がってるってことですか、ね、びっくりしたよね、そうなんだ、まあ、2つ並べたら全然違うの分かる、ご自身のスイングとじゃあちょっとプロのスイング、マキロイだったりタイガーだったり、ちょっと比べてみると違う、まあ、タイガーとマキロイと比べてどうだって話になっちゃうんだけど、うん、で筋力がなくちゃそのテンポにはやっぱり持っていけないからね、女子と男子でやっぱりこのテンポのスピードはちょっと違うし、ドライバーだと3対1、トップ3、ダウンスイング1っていう比率に入ってくる、アイアンの場合もうちょっと速くて 2.5 対1っていう比率に入ってくるのがデータ上は分かっていることです。ただやっぱりゆっくりがこう正しいという感覚が非常にこう世界中なんとなく多いんじゃないですか、早いとなんか打ち急ぎだとか言われたりとか、ミスすると早かったぞって今ちょっと早いんじゃないって言われちゃうんだけど、実はプロのテンポはもっと早い、逆に遅すぎちゃう人の方が多い、ただ筋力のものは絶対ですよね、そう、だ一概にここをねこうしなさいとはならないんだけど、よっぽどやっぱりゆっくりすぎる方に関してはちょっとテンポ上げた方がいいよねっていう話はします。で、そうだね、おそらくインサイドから入る動きにちょっとしたいんですけど、
こう。ちょっとこれ修正していくと、おそらく少しこう今言ってインサイドから入るっていう動きが少しできてくると思うんですね、うん、でちょっとまず順番に少しやってみましょうか、はい、まず構えなんですね。これ音が鳴るんですよ。いわゆるアベレージに入ってくると音が鳴るんですね、構えたところ で音とこの画面でフィードバックしてくるんで、一回ボール置いて構えてもらっていいですか。普段通り、はい、普段通り、はい、うん、そうするとちょっと画面見てください。赤が下半身で、はい、青が上半身なんですよ。そうすると、はい、反対、下半身がもうちょいオープンだよね。で上体がクローズ、そうで、そこで手の位置を合わせてあげるって言うと、ちょっとアドレス今までと違いますよね。これが何です。はい、あのアベレージのアライメント、上半身の下半身の、そうなんですか。だいぶ違う。なんか腰は開いてて上は右にいってる感じがします ね。でもこれでちょうどいいぐらいなんですよ。決して開いてもいないし、一応この骨盤のターンと上体のターンのこの間が約8度ペルビス、骨盤、上体は10度ぐらいの回転の範囲の中に入ってくるといいんだけど、そう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 、でこういうのがインサイドから入りやすいでしょ。逆に状態こっちじゃないですか、さっきの骨盤クローズで、あー、これ構え取ってるじゃないですか。で例えば、はい、まあ、このままインパクトしたとしたら、はい、やっぱり外から入りやすくて、はい、逆にこっちこっち、これでもうねじれた状態ができてるから、決してこれねじれてはいないんだけど、イメージ的には今までと違うよ、ね、すごいねじれてる感じはしますね。逆にこういうのがインサイドから入るじゃないですか。はー、でもこっちで構え取るから開きやすいよね。逆だったな、考えが逆だな、これ。こっちだ、腰がオープンで上体がクローズのイメージ。はい、これでちょっと構えて打ってみましょうか、はい、これでいいですか。音が鳴るとこね、腰がオープン、感覚的には腰がオープン、上体がクローズ、上体がクローズ、そうなってますね。そう、そこで打ってみよう。OK、 そうすると今クラブパスがそんなにアウトから来ないんですよ。 0.9 しかアウトサイドから来てないんで、さっき4度ぐらいアウトサイドから来ました、はい、というとまず構えでパスは変わる。はー、続けてみよう。 OK、 はい、だいたいアライメントで変わってくるから構えで、こんな感じかな。そう、腰オープン、もっと腰がオープン、うん、オープン、そう、腰がオープン、腰がオープン、そう、決してオープンじゃないんだけどね。そう、そうか、オープンではないのか。そう、あ、なんか使ったような気がする、はい、はい、そうすると今 0.1 インサイドまで来たんですよ。まず軌道に関しては変わったよね、全然ここでいじってないじゃないですか。よくあのアウトから来るからここでいじっちゃう。いや、そうです。だけど今ループどっちかというとちょっとループさせて行こうと思ったんですけど、うん、はいはい、そうするとおそらく当たんなくなるじゃなくて、アライメントに問題がある可能性が大です。今変えただけでパス変わるからね。へえ、すごいな。もう一回、決してオープンじゃないですよこれ、はいはい、今までが逆に向いちゃってるから、そうで、状態は少しクローズの感じ、状態がクローズ、そう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 、こんなか。 OK、 あー、熱い、うん、ちょっとアウトから来たけど当たり方変わったね今ね。だからもう今までのアドレス逆じゃないですか、こうやって、はい、なんか右膝が出とるような感覚がします、うんうん、だけど今こうやって感覚的には別にこれ決してオープンクローズではないんだけど、感覚としては少し左向く、状態は右向くぐらいの感じで、今までよりはここで体がもうねじれてるよね、
腰がオープンで肩がクローズのイメージになってくるから、そうするとインパクトもこういう形で入りやすいじゃないですか。先行してでこのがインサイドから入る。でもこっちだとアウトだよね、動きとしてよっぽどこうやんないと。あ、そうですね。あんまりこうやると今度もう体バタバタ動きが変わってきて、下からも入ってきますよね。ちょっと今度すごいこううまくトルク使えればいいけど、そうするとえらいこうヘッドも返さないと間に合わなかったり。はあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。まあ、あの我流というか持論で球を捕まえようとしていたアドレスが実は捕まえれない方向だったということが明らかになっただけでもレッスンを受けてよかったなと思います。はい、そうですね、これからその方法を練習されるご予定ですか、それともどういう感じで今後はお考えですか。いや、習った通りにやっぱりちょっと捕まえる方向といいますか、インサイドから入るようにしたいと思います。はい、改善していきたいと思います。次回ぜひまたいや、ぜひ、はい、ぜひ受けたいと思います。どうしてもその人の目では分からないようなその傾きだったりとか、はい、そうですね、方向性だったりとかが明らかになるので、はい、ぜひまた次回も受けたいと思います。ぜひご参加いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画が良いなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。今後このような動画をたくさんアップしていきますので、まだチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いいたします。それから私たちはコメント欄に報告やリクエストを見ることを楽しみにしておりますので、ぜひ投稿していただけると嬉しいです。それではまた。